ブルーダイヤモンドグロワリーズは大量のアーモンドを加工している。ブルーダイヤモンドグロワーズはアーモンドを専門とするカリフォルニアの農業、共同組合及びマーケティングボードである。同社はローストアーモンドブランドやアーモンドミルクブランドなど様々な形でアーモンド製品の生産をしている。1910年にカリフォルニアアーモンドグロワーズエクスチェンジとして 設立されたこの組織は、好みの加工及び、マーケティング会社として、世界最大であると説明している。3500のアーモンド生産者にサービスを提供し、アーモンドの作物を、カリフォルニア最大の食品輸出に役立てている。共同組合は、非公開企業であるため、売上高は公表していないが、日刊新聞のザ、サクラメント B は、2009年の年間売上高は、 約7億9000万ドルと推定している。組織はカリフォルニア州サクラメントに本社を置いている。2004年から2008年まで国際ロングショア及び倉庫連合による処理工場での労働者の組織化の試みに抵抗した。組合に対するキャンペーンにより労働組合委員会はブルーダイヤモンドが連邦労働法に違反していると判断した。しかし、 2008年11月、組合は支部を設立するために NLRB の監督下の投票を失った。ありがとうございます。